こんにちは。私は気象庁気象研究所の高藪と申します。今回IPCC の第6次評価報告書に主要執筆者として参加いたしました。その経験も踏まえまして IPCC の中身と、それから、その昨年暮れに日本で発行しました日本の気候変動2020という報告書があるんですけれども、それも含めて日本の気候が将来どうなるかということについてご紹介したいと思います。ではスライドをご覧ください。ここにありますのはその2つの報告書の表紙なんですけれども、まずこちらの、IPCC の報告書ですね。これは全世界から240名余りの主要執筆者が集まって執筆したものでございますので、明らかに、全世界のこと、それから地域といいましても結構広くてですね、せいぜい東アジアといいましても中国大陸を含むような広い領域までの評価をしております。でそれに対しまして、やっぱりどうしてもそれでは不足するところがありますので、これはその昨年暮れにもうすでに刊行されておりますけれども、日本の気候変動2020ということで、日本が将来どうなるかということに焦点を絞って作ったレポートでございます。で今日はこれ2つ合わせながら紹介していきたいと思います。でまずIPCC の中で、平均気温がトレンドとしていつ現れたかというのが調べられております。でこれはそれを模式的に示したいです。これちょっとこの絵を見ていただきますと、その、地球というのはその10年スケール、数十年スケールで変動しておりまして、気候がでその効果とそれを突き抜ける形で温暖化の上昇が見えてくるかどうかと、それがいつなのかということを調べたものでございます。でここで言いますと、このトビウオが、温暖化のトレンドシグナル でこの下にあるこういろいろな波っていうのが、ですね、塩素ですとかそういうディケーダルとかマルチディケーダルの現象でございます。でそれで、ここに出ておりますのは、これ上半分気温なんですけれども、気温がいつそのこのトビウオが水面から出てきたかということを示しています。これ東アジア真っ赤になってますけれども、これは1981年から1989年ぐらいに、温暖化 そのトレンドというのがこういう自然変動の波の中からポコッと殻を表したということでございます。で下半分はこれ降水なんですけれども、降水の方はまだシグナルがはっきり見えてないということになっております。でその平均気温なんですけれども、どんなふうに報告されているかということをご紹介します。でこれ上から、全球の気温上昇、4度上昇の時に全世界でどういうふうに温度が上昇するかということを示しています。でこれはちょっと日本付近よく分かりませんので、日本付近に着目したのはこれです。でこれは東アジア全域をより詳細なモデルを使って予測したものでございます。でそうしますと、このオホーツク海のところですごく赤黒くなっておりますので、オホーツク海のところでは気温が将来上昇すると、で南太平洋の方ではあまり上昇していないということが分かりますが、全体として3度とか4度とかの上昇になっているということが分かります。でそれに対しまして、これ別のシステムを使ったんですが、日本の気候変動2020でもこういう絵が出ております。これ2度と4度ですけれども、この赤い方を見ていただきます。この4度上昇を見ると、やはりさっき IPCC の報告書にもありましたように、オホーツク海で気温の上昇が大きいことが分かります。で、全体としてやっぱり3度か4度ぐらいの上昇になっているということですので、我々が作ったデータというのは IPCC の予測したデータと、なんていうんですか、整合が取れているということが分かります。で同じように平均降水量にしてみたのはこの図です。で平均降水量はさっき言いましたように、まだシグナルがはっきりしないということですが、この真ん中の絵が、東アジアを中心としたモデル、詳細モデルの結果なんですけれども、ここにこうハッチが斜線がかかっているところが分かると思いますけれども、ここはその8つのモデルを使って計算した結果が、バラバラだと、つまりまだそのシグナルとしてきちんとは捉えられてないよということを示しています。で、日本の気候変動2020はこのハッチの印はないんですけれども、ここにありますように、黄色、つまり若干将来減少するんじゃないかと言われています。ただその、これも4つぐらいモデル使ってやってるんですけれども、その妥当性についてこれ数字で見てますが、いちいち言いませんけれども、ほとんどの地域で、そのシグナルにはなんですかね、はっきりしたシグナルは見えてないよと言っておりますので、
これも IPCC ときちんと対応しているということです。で次に極端事象についてご説明いたしますが、極端現象についてこれに関しましては、2つの現れ方があります。これ模式的に示しましたが、この上側の絵は熱波とかの出方なんですけれども、この赤線で書いてあるのがトレンドですね。温暖化でだん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 将来気温が上がっていくよと、ベースが上がっていくよということを示しています。ただその中で温度がある日は高かったりある日は寒かったりという、まあ、ジェットコースターみたいなことをしているというのがこの、ポコポコした絵なんですかね。まあ、こういうこと でそうしますと、このジェットコースターの上がり下がりが同じであってもベースが上がってくると気温全体上がってくるということですね。それで、例えば将来同じような気候状態になっても熱波は顕在化すると、まあ、ここに点線で書いてございますけれども、これより上に来る確率がすごく高くなるということです。でもう一つの方はその、温暖化トレンドは見えないと、まあ、平均値はずっと一緒だと、さっきの降水量みたいなのですね、平均値はずっと一緒なんだけれども、この変動するジェットコースターの山谷が拡大するということが言われています。ある現象では言われています。そうしますと平均値は変わらなくても極端な値はこう変わってくるということになります。でこれは、例えばそのこれからご紹介いたしますけれども、豪雨のような大雨のですね、大雨の場合にはこういう現象が確かに起きているということがわかります。でこれは、ですね、IPCC の方で紹介しています極端現象の、図です。でこれは実は全世界の陸地全部での評価をしておりますので、東アジアがどうだとか日本がどうだとかいうことは言っておりませんが、まあ、全世界的に見ると上の段が、極端な高温を示していますけれども、ごめんなさい、こちらが10年に1回の現象、こちらは50年に1回の現象ですけれども、将来その極端な高温事象、高温な現象というのが非常な確率で高くなると、まあ、ここで言うと30何倍になるんですけれども起きるということが示されています。でそれから、ここにありますのが陸域の大雨ですけれども、これに関しましても、その平均値はシグナルがないにしても、その大雨の確率というのはだんだん高くなっていくよということが示されています。であとこれが干ばつなんですけれども、干ばつは、将来乾燥する地域だけ絞って見ておりますが、やはり干ばつも角度が上がっていくということが示されています。でこれはちょっとあまりにも 全世界一色なんですけれども、実は、IPCC ではこう領域分けもしています。と言いましても、さっきお示ししました通りで、領域分けといっても非常に広い領域でして、東アジア域と言いましても中国大陸を広く含んでおりますので、日本とはちょっと様子が違います。で上から極端な高温、極端な大雨、それから干ばつと示しておりますが、この東アジアのこの六角形ちょっと分かりにくいですけれども、ここを見ますと極端な高温に関しましては、まあ、東アジアに限らず全世界そうなんですけれども、全世界確実に将来高温になると、でそれは人為的な影響によっているということが示されています。で陸域の雨についてはちょっとその色がついているところが限られますので、地域によっては角度が低いんですけれども、日本を含む東アジア地域に関しましてはやはり上昇すると。ただそれがその人為起源によるかどうかということについての、角度はまだ低いということになっています。で、今までのが IPCC の報告書なんですけれども、それに対しまして日本の気候変動で何が言われているかということをお話しします。でこれは日本の気候変動の概要報告書の中に出てるんですけれども、上側が、極端高温の指標の変化、下側が極端降水の指標の変化です。でいずれもですね、こっちで言うと猛暑日ですとか、それから熱帯夜ですとか冬日とかが増加ないし減少していることが分かっています。でそれから極端降水に関しましては、日降水量200ミリ以上、それから時間降水量50ミリ以上、これものすごい雨なんですが、それに関して、4度上昇時、この紫のところで確実に増えているということが示されています。というわけで、世界 その IPCC のレポートの、評価と、それからこの日本国での評価というのは非常によく対応しているということが分かります。で、猛暑日と熱帯夜についてもうちょっと細かく見ますと、さっきは日本全域で見てましたけれども、これ各地域、ここに書いてありますように、7つの地域に分けて評価しているんですけれども、いずれもですね、
猛暑日、こちらですね、それから熱帯夜ともに各地域で増加していることが分かります。この赤が4度上昇の増加幅です。で、ですね、もうちょっと細かく見たお話もございます。この上にある論文はですね、詳細版の中に引用されております。それでこれはですね、現在気候、今 の世の中、それから、4度上昇した将来の世の中で、ある敷地を設けまして、梅雨期の豪雨が発生確率がどう変化したかというのを示しています。そうしますと、これがその現在なんですけども、ちょっと見にくいですが、黒ポチで書いてある、西日本中心、この辺が真っ黒いんですけれども、西日本中心に非常に強い豪雨があるんですけれども、それが4度上昇した将来では、この黒点がこの辺ですね、東海地方とか、それから日本海側にも広がっておりますので、その現在よりも東日本ですとか、日本海側ですとか、そういうところまで、豪雨域が広がってくるということが予測されています。でこれはその、2020にも使ってある詳細なモデルを使った結果なんですけれども、下はサポートする結果でして、これは全球モデルといいまして、解像度は荒いんですけども、たくさんある IPCC でも使われているモデルですね。その結果を使ってこういうことが起きるかどうかというのを評価しています。でこれは、全球モデルの結果と、それから立体衛星からの立体降水観測を対応づけることによって、この全球モデルでは表現できないような豪雨について、指標を持って評価していると。そうすると、これやっぱり東北地方が上の北の方が赤くなっておりますので、豪雨が将来、上の研究結果のように、将来東日本、それから東北の方に広がってくるということが予測されているということでございます。であとですね、当然のことなんですけども、冬降れば雪になります。で雪もだから、その温度が上がると溶けてしまって雨になるわけですけども、その辺の実態についても調べたのがこの結果でございます。でこれはいずれもですね、日本の気候変動2020の図なんですけれども、まずこちらだけでいいですかね。ここで示しますと、その冬季の降水量、総降水量の変化を見てます。そうすると日本海側の、そもそも日本海側の大雪が降る地域が真っ赤になっておりますので、将来降水量は、降雪量、雪の量は減少するだろうということが分かります。ただですね、面白いというか興味深いのはこちらでして、これ10年に一度の大雪がどのぐらい変化するかというのを示しています。するとですね、4度上昇したぐらいでは、10年に一度の大雪というのは増加する地域が、この緑丸2つありますけれども、北海道の日本海側と、それから中部山岳の日本海側中心にございます。これはどういうことかと言いますと、気温が上がりますと水蒸気、含む水蒸気が増えますので、すごく濡れた雑巾みたいな状態になりますので、それを絞ることでたくさん雪が降ってくると。ただ気温が上昇すると、それは雨になって降ってしまいますので、こちらの結果のようになってしまうんですが、ただだからといって、その突然降る雪については警戒は衣も緩めないでくださいということかと思います。で最後に日本、どうしても非常に関心の高い熱帯低気圧、台風について、将来変動をどういうふうに考えているかということを示します。でこの左側の絵は、こちらの絵は IPCC の絵ですね。でこちらが日本の気候変動の絵なんですけれども、IPCC の絵でよく分かりますのはここですね。北太平洋域で、フィリピンのあたり、その南側では、台風の襲来数が減少して、北側で増えるということが書かれております。でこれはその日本の気候変動の本編第9節にも書いてありますけれども、日本付近の台風の強度は強まって、日本の南海上で猛烈な台風の存在頻度が増加することが予測されると書いてございますということなので、こういうことが将来懸念されるということでございます。でそれの図はここにありますように、こういうような研究結果もございまして、この紫というところが減っていると、で赤が増えている、でこの上に日本列島がございますので、よく対応しているということでございます。以上が私からのお話でございます。ありがとうございました。
気象研究所でイベントアトリビューションという研究をしております今田由紀子と申します。ここからは IPCC の最新報告書でも取り上げられているイベントアトリビューションについて最先端の研究をご紹介していきたいと思います。イベントアトリビューションとは目の前で起こっている極端現象の一つ一つに対して人間活動による温暖化の影響を具体的な数値で表すための手法です。この目的のために気候モデルとスーパーコンピューターをフルに活用して数値シミュレーションを実施しています。こちらは気候モデルの仕組みを紹介した説明の図になります。気候モデルでは地球上の大気や海洋を小さな格子に分割しそれぞれの格子上で気温や風速などの気象要素を計算します。気候モデルが扱う現象は多岐にわたっています。例えば右に示すような要素になります。一方でモデルの中では表現できない要素もあります。それが左に示すような要素です。まず自然起源のものとして地球の外から影響を与える太陽活動の変化や火山活動による噴煙については気候モデルでは計算することができないため外から境界条件としてデータを入力することになります。もう一つモデルが計算できないのが人間活動による条件の変化です。人間が排出した二酸化炭素などの温室効果気体、大気汚染物質、また土地利用の変化などが挙げられます。これらの要素は境界値データとして外からモデルに与える必要があります。このようにして温暖化が進行した現実の気候をコンピューター内で作り出すことができます。イベントアトリビューションではこのシミュレーション技術を使ってさらにもう一つの地球を作り出します。それが温暖化が発生しなかったと仮定した仮想の地球です。先ほど紹介した人間活動による要素をすべて産業化前の温暖化が発生しなかった条件に固定してあげることで人間活動による温暖化が発生しなかった場合の仮想の世界をコンピューターの中に作り出すことができます。この2つの地球において極端現象が発生する際の特徴を比較することで温暖化の影響を差として取り出すことが可能になります。これがイベントアトリビューションの基本的な手法です。それではここからは猛暑の発生確率についてイベントアトリビューションを実施した例を紹介します。発生確率をターゲットにする場合には温暖化ありなしの2つの条件の下で大量の地球を作り出しそのうち何割のメンバーが観測された極端現象を再現したのかをカウントします。実際にはそれぞれ100個以上の地球を作り出して比較をしています。こちらが平成30年7月の災害級の猛暑と呼ばれた事例についてイベントアトリビューションを実施した例になります。温暖化ありなしそれぞれ100個の地球のシミュレーション結果から平成30年7月の日本の気温を100通り見積もり各気温の発生確率を曲線で表したものが左の図になります。この曲線を用いて実際に観測された気温を超える確率がどの程度あったかを面積から見積もると平成30年7月の現実に近い条件で計算した地球では約 20%、 温暖化が起こっていないと仮定した条件下ではほぼ 0% という数値が見積もられました。つまりこの猛暑イベントは人間活動による地球温暖化がなければ起こり得なかったことがこの研究から明らかになったわけです。この結果は IPCC の最新報告書にも引用されています。以上が極端現象の発生確率に対するイベントアトリビューションの研究の例でした。ここまで猛暑の発生確率に対する地球温暖化の影響を見てきました。では大雨に対してはどうでしょうか。私は気象研究所の川瀬弘明と申します。最近毎年のように大雨が発生しています。平成30年7月豪雨、令和元年東日本台風に伴う大雨、令和2年7月豪雨、そして令和3年8月にも大雨が発生しました。このような大雨は梅雨前線であったり台風であったり線状降水帯であったりとその発生要因は様々です。では地球温暖化気温上昇の影響はどうでしょう。ここでは先ほど猛暑で行った発生確率の評価ではなく
降水量の影響を評価するイベントアトリビューションを紹介します。この手法ではまず近年の気温上昇を見積もります。例えば1980年から2017年までで見ると日本付近ではおよそ1度程度気温が上昇しています。次に実際に大雨が起こった大気の流れあるいは気温をもとにコンピューターシミュレーションによって大雨を再現します。で続いてこのような状態から気温上昇がなかったと仮定した場合にもう一度コンピューターシミュレーションによって降水量を計算する。でこの2つを比較することでもし気温が上昇していなかったらあの大雨はどの程度だったのかを評価する。こちらが降水量のイベントアトリビューションです。こちらは令和元年東日本台風の大雨の場合の結果です。関東甲信を中心とする四角の領域、この領域の雨を時間降水量を棒グラフ、積算降水量を曲線で書いております。灰色と黒色が現在の気候、つまり温暖化した気候で計算した降水量、青色、こちらが近年の気温上昇がなかったと仮定した場合の降水量です。こちら計算してみると総降水量でおよそ 10.9% 気温上昇による増加が見られました。同様の手法を平成30年7月豪雨に適用すると広域で降水量の増加が見られます。また令和2年7月豪雨の特に球磨川流域で発生した線状降水帯、こちらに適用したところ線状降水帯付近で気温上昇によって降水量が大幅に増加していたことが分かりました。増加率としましては 6% から 15% と事例によって少し異なりますが、これらの結果から近年の気温上昇が豪雨をより強めている可能性が高いということが分かりました。私からは以上となります。はい、ここまで、最新の成果をもとにしまして日本の気候変動についてご紹介してまいりました。これらの結果はですね、日本の気候変動2020という、報告書の中に詳細に記載してございます。ここに示しておりますのはその概要報告書の中から示した概要結果なんですけれども、主に今日はこの、こちらの半分ですね、平均気温がどうなるか、それから豪雨がどうなるか、それから降雪積雪がどうなるか、それから強い台風がどうなるかというようなことについてご紹介いたしました。実は日本の気候変動2020の中には、海のことについても詳細な記述がございます。それはここにありますようにいろいろございますので、ご関心のある方々はぜひこの、レポートの方をご覧いただきたいと思います。で簡単にまとめますと IPCC のワーキンググループ1の第6次報告書では極端現象の変化も記述がなされるようになってきました。また第6次氷河報告書は地域区分にまで目配せができております。しかし国単位の予測情報、日本のような小さな国ですね、それに対してはまだ各国の努力がこれからも必要であります。で日本の気候変動2020は国内の気候変動を記述しておりまして IPCC のレポートともうまく対応しているということが分かりました。で、今日のご発表にご関心のある方はですね、これからここにお示ししますようなサイトに訪れていただいてご覧いただければと思います。一番上から日本の気候変動2020というレポートの置いてあるサイトです。それからこの次がですね、この日本の気候変動2020をもとに各都道府県の気候変動について観測事実と将来予測を紹介するリーフレットを今年度作成する予定ですのでお待ちいただければと思います。もしお待ちいただけない方はですね、こちらの、温暖化予測情報第9巻という平成28年に発行したものをもとに作った各地域版の情報というのがここにございます。でそれから前半に主に紹介いたしました IPCC レポートなんですけれども、政府決定者向け要約 SPM の暫定訳がここから入手できます。またこれ英語なんで申し訳ないんですけれども、IPCC のインタラクティブアトラスというサイトがございまして、ここに行っていただきます と、ご自身でパソコンを操作しながら、将来アジアですとか
世界がどうなるかということについて絵を描くことができますということですので、ご興味のある方はぜひこちらの方に訪問していただければと思います。今日はどうもありがとうございました。